気にするな。このような時もある。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。キララファンタジー始めていきましょう。まずトレーニングですね。すごいわ。ねえねえ、強くな。いい感じよ。いや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 。5000円使うのはもったいない。鍵がもらえたりするわけですね。あ、報酬アイテムもきっちり。ただ、これでさらに、なのでお金は基本的には強化をせずに、進化とか限界アップまで使いたいと思います。そうなんですよね、所有上限が。ですね、今クエストが何もない状態です。なんで、今夜はお月様が綺麗ですね。お、チケットが1個だけありますね。ただ今回三者三様を引いても仕方ないですからね。なので、これやってみましょう。行ってみましょう。ああ、ダメでした。次回も頑張ります。また、いつでも来てくださいね。覚醒はしたんですけどね、使わないですからね。さんキャラは三者三様ぶらり旅も1個引いてみましょう。開きますよ。えちゃんのうなぎですか。ふみ、次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。こんばんは。夜もお手伝い頑張り。曜日クエスト、お、お金稼ぎできますよ。やってみましょう。
今回のメインはこれじゃなく、あくまでメインクエストを進めていきたいと思います。アフシーブ負けませんよ。近づいたらぶつよ。来た。よし、キメキメで行こう。よっと、いいメロディー降りてきたよ。強い。敵ではないですね。これで勝てる？勝てちゃう。オーダー入りました。なんてね。よっと。いいメロディー降りてきたよ。強い。簡単に倒しましたね。お金を大量ゲットです。もう一回だけやってみるか。今度は九条カレン。でも藤川さんだけ使っても仕方ないですけどね。このリズムだとどうかな。倒しちゃいましたね。一体になった。交代してみましょう。そのもののエバースも強い。エバースもオーダー入りました。なんてね。うん、囲まれてる。さあ今度はヤスナも。これは倒しましたね。やりました。限界をアップしましょう。おお、限界超えちゃったよ。クズマス先生も。カラスマ先生に近づけたかしら。どうだ、私だって成長するんだよ。おっと、スタチューがない。
なったかな。まだまだ精進します。もっともっと頑張らなきゃね。まだお金はあるんですけど、武器を、武器というか強化素材を得ないといけません。今回はですね、のメインになります、第3章の砂漠暮らし、こちらの続きをやっていきたいと思います。13節ですね。この世界にいれば、はいはい、まず先輩たち、先輩たち、もし元の世界に戻って何になる。このまま私の元にいればいい。カルナボというのか七賢者の一人なのかな。私は今回はバトルがあります。今回は難しいな。この舞台で行ってみるか。で、土、助けを土のとにして。出発しよう。心の準備が強い。順調ですね、ここまでは。一体のみ。倒せない。相性もあるんですか。これでよかったのか。やりましたね。お疲れ様でした。大丈夫ですか。表にいたのと。そんなバカな。表からここまで入ってきたとは考えられないわね。隠れていたのが出てきたのかしら。いや、岩場の影まできっちり探したんだ。
奴らを見落としてるとは思えないんだけど。学校暮らし。でもこうして出てきてしまったからにはどこか見落としてる箇所があると考えなきゃいけないわ。そうだな。よし、もう一度見に行ってくるよ。スポフラグかな。あ、私もお供します。いや、ユキたちが危なかったのは私の責任だからな。一人で行くよ。じゃあパッと見てく。あ、死亡フラグだこれ。ダメよ。ダメって、奴らがいるかもしれないんだろ。いざとなれば私だけの方が動きやすいんだ。それでもダメ。先生、犠牲戦士。それに今はキララさんたちもいるもの。だからみんなで行きましょう。そっか、うん、そうだな。よし、わかった。みんなで行こう。これ赤試してみますかね。これのバージョンの赤というのは炎ですね。ヤスナ、90まで上げられるんですよね。強い。いたた。よし。簡単に倒せない敵になってきましたよ。こういう目。ここにお前のエネルギーを解き放つ。それってなかなか強い。イエーイ、やったね。脇道も隠れられるような場所もないし。だよな。一つ考えがあるんですけれど、聞いてもらってもいいですか？なんだろう。いいけれど、ちょっと待ってね。マッチちゃん、ごめんね。え？あら。ユキちゃん、好きにしていいから。マッチを。マッチちゃんと待っててくれるかしら。はーい。ふっふっふー、これでマッチちゃんのボタンを探せるね。
マッチちゃんのボタン、かっこ意味深。待って、その手つきは何だい？あ、そこは、あー！本当にマッチちゃんってボタンないのかな？この辺りにあると思ってたんだけど。急に始まるユイ属性。ないよ！そもそも好きにしていいって言ったのは僕じゃなくてユーリで。ま、待ってくれ！ユキは僕をどうしたいんだ？ユーリ！ごめんじゃなくて説明！説明を！もしかしてさっきの私も同じ役目だったの？世の中には気づかない方がいいこともあるからな。それじゃあ私たちは少し移動しましょうか。それで聞いてもらいたいことって何かしら？そのさっきの奴らの習性ってリーさんたちの世界にいるのと一緒なんですよね？おそらくはそうね。特徴としては光や音に反応するけれど動き自体は鈍いわ。その特徴うまく使えないかなって思うんです。使う？ああ、おびき寄せるってことか。けどどうしてわざわざ？この空間に奴らがいたらそれを見落とすとは思えないんです。別のものを見落としているんじゃないかなって。例えば隠し通路とかから入ってきたのかも。隠し通路か。確かに自然の洞窟にしては綺麗すぎるのよね。ここあるかもしれないわね。なら試してみるか。おーい、ユキ、もういいぞ。はーい、じゃあ今回はここまでだね。ようやく助かった。それでこれからどうするんだい？方針は固まったんだろうね。皆様、キララさんの後ろにいてください。くるみ様、お願いします。急に真面目モード。くるみちゃん、八つ当たりはダメだよ。シャベルに振られたの？ちっげーよ。これは音を出すためにやってるの。音を出す。くるみ、後ろ。こいつ、どこから？上です。上から降ってきてます。さあ次。青を入れてみましょう。青って水ですね。一体残った。お前のエネルギーを解き放つ。あらすごい。はあ、なんとか勝てたね。
さあ続きです。一気に絞れましたね。これはしかし難しいです。役割を考えないといけないですね。行ってみましょう。行ってきます。やってやるです。来た。やさあここで、え、なんで？それは仕方ないわよ。マッチ、上の方はどうなってる？うん、上まで縦穴が続いているね。もう一階層、空間があるみたいだ。はしごとかロープがあれば上に引っ掛けて登ることはできるよ。ロープならさっきあったと思うけど。おっと、あった。どこにあったかしら。さっきマッチちゃんと遊んでる時に使ったから、こっちだよ。あいつロープを使って何をしてたんだ。遊んだというか遊ばれたというか。だから僕はさっき助かったって言ったんだよ。よし、準備はできたよ。一人ずつ登ってきてくれ。私かキララが最初と最後がいいだろうな。こっちにはまだ奴らがいるかもしれないし。マチは一応安全だって言ってるけど、登った先がどうなっているかはわからないからな。私最後に登ります。うん、その運動はそこまで得意じゃないので。オッケー、なら確かに私が先の方がいいな。おーい、マッチ、私から行くぞ。くるみの後はマッチちゃんに助けてもらいながら登る感じかしら。だな。キララとランプがどれだけ動けるかはわからないけど、多分大丈夫だろう。なるほど。私たちで一番時間かかっちゃうのはきっと私でものね。そうなんですか。そうなのか。私もあまり運動は得意じゃないの。やっぱり体も鍛えておかないとダメね。よし、じゃあ先に行ってくるな。キララちゃん気をつけてね。はい、
ありがとうございます。無茶せずゆっくり行こう。ありがとう。思ったより暗くて。確かにここまでは下の明かりが入ってこないからね。でもそんなに距離はない。注意しながら進めば十分いけるさ。マッチは気づいてた？何がだい？ランプがユキさんたちのことを知っていたって。どういうこと？いや、ユーリに言われるまで気づけなかった。僕もまだまだだな。そんなことないよ。私も気づけなかったし、リーさんたちがすごいだけじゃないかな。そうだね。それでも僕はランプのことには気づかなくちゃいけないんだ。長いこと一緒に過ごしてきたし、こんな危険な旅をしていく上では、そういう意味ではもちろんキララのこともよく知っていかないと。だけど、ユーリたちの関係を見習っていかないと。お互いのことをちゃんと理解して支え合っているもんね。ユーリたちの世界はかなり苦しい世界だって聞いたしね。本当にかなわないよ。あとちょっとだね。キララ、もう少しだ。私の手をつかめるか？はい。さあ、続きです。当然青ですね。もう一旦迷いましたが、青を使いましょう。さあ、ナデシコを使ってみましょう。感じだとここも下と同じようになってるわね。下と同じ？じゃあここもちゃんと片付けしないとね。そうね。みんなで気をつけていきましょう。頭上も足元もね。いや、まずは目の前か。そうだよな。奴らだけじゃないわ。今足元に小さい影も。セルリアンかな。クロモンまで。各位、戦闘準備。今青ですね。今だ。総攻撃をかける。さあ、レム。ならやられるぞ。ここは手本を示さないとな。やーし。刃物の扱いは任せろ。よし、まずウェーブ1クリア。
オッケー。かける。いらっしゃいませ。そこだ。お待たせしました。気を抜いたらやられるぞ。ここは手本を示さないとな。やっ。刃物の扱いは任せろ。おっと、危ない。イエーイ、やったね。勝ちました。わずかに残ってたんですね。はい、ということで音に応えてを今回、やってみました。学園生活その4回ですね。次回は七賢者カルダモン、これ最終章になるのかな、そちらを、やっていきたいと思います。ぜお楽しみに、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。ちょっといいですか。サンキュー。おかげで助かったぜ。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。さすがに2日に1回は帰るよ。はい、というわけで、キラーファンタジア今回やっていきました。ガチャとですね、通常クエスト、こちらの2本立てとなりました。はい、また、イベントがなければ通常クエスト進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どんどんコインも稼いで、コインや進化の道具も稼いで、進化っていうか強化、限界突破だな、限界レベルを上げていきたいと思います。以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。